地域熱供給は全国各地に導入が進んでいます。ここでは全国各地にある地域熱供給の代表的な事例を見ていきます。皆様もご存知のあの場所この場所が、実は地域熱供給によって冷暖房や給湯が行われているんです。地域に密着しエネルギー供給をする地域熱供給、北海道から九州まで全国各地に拡大しています。皆様の町にも実は地域熱供給が導入されている場所があるかもしれません。